い女性に叩かれたいかい？レムだよ。特にそんな趣味はない、リメだ。今回はなんとゲームの開発者様から動画化のお声掛けをいただいたよ。私たちのチャンネルにお声掛けいただきありがとうございます。今回レビューするゲームは恐怖の宴、美女たちに駆られていく夜全年齢版。ゲームのジャンルはドミホラーだ。聞いたことがないジャンルだな。ドミホラーは支配と恐怖を合わせたコンセプトらしいよ。ほう、具体的にどんな感じなんだ？性癖が M の人向けに作られた作品らしいよ。とにかく遊んでみるか。私たちはゲームを遊んでくるから、リスナーはこのままレビューを見ていってくれ。まずはストーリーのレビューだよ。雨宿りのためにとある屋敷に入った主人公。服を乾かしていた彼は謎の女性に自分の荷物と服をすべて奪われる。危険な雰囲気を察知した彼はこの屋敷からの脱出を決意するというストーリーだよ。このストーリーの何が素晴らしいというとそのシチュエーションだ。暗い屋敷の中で可愛い女性が本気で殺しにやってくる。そう、このゲームはいわゆる MO の需要に応えるゲームなんだ。女性は3人、全3ステージの構成になっている。各ステージに新しい女性が出現するため、最後までモチベーションが落ちることはない。具体的なゲーム性は次の私のレビューで話すよ。このゲームはストーリーがわからなくなるということがない。なぜならこのゲームの重要アイテムは読み物などを読んでフラグを立てないと獲得できないからだ。具体的に何をすればいいか判明させるついでにストーリーがわかるってことだな。例えばわかりやすいのがこれだ。この読み物を読むことで女の子の性格、このステージでやるべきことがわかる。素晴らしいアイディアだと思うが、少し難点もある。フラグのスイッチになっているから毎回読み物も探さないといけないんだ。個人差はあると思うがこのゲームは視界が暗くてな、マップ把握が大変だった。しかもゲームコンセプト的に仕方がないとはいえ、女の子が追いかけてくるから探索も難しい。具体的な難しさについては次からのレビューで紹介するな。このゲームは脱出を目指し屋敷内を走り回るゲームだ。操作方法は左上に記載されている通りシンプルなもので何も難しいものはない。それは置いといて、追いかけてくる女性に捕まったらどうなるかを紹介しよう。捕まったら女性に攻撃される。叩く、刺される、首を絞められるという方法は、カメラアングルと相まって刺さる人には刺さるだろう。そう、女性陣はマウントポジションから攻撃をしてくるんだ。彼女たちは全員美少女で、捕まった時にご尊顔を間近で拝めるのが嬉しいね。一定ダメージを受けてしまうとゲームオーバーになるが、ダブルキーを連打すれば脱出できる。逆に言えば彼女たちにやられたい場合は放置すればいい。たとえゲームオーバーになっても画面が切り替わらないのは素晴らしい配慮だね。ゲームオーバーの時にとある操作ができるのだけど、それは後で話そう。欲を言えばもう少し攻撃のパターンが欲しかったかな。首を絞めるなら首4の字、殴るだけでなく蹴るという意味で踏みつけ。いろいろとバリエーションが考えられる面白いコンセプトだと思うよ。このゲームには女の子への対処手段もちゃんとある。それは物を持って女の子に投げつけるというものだ。この画面を見てほしい、すごく暗い。なので女の子たちを声と目の輝きで判別するしかない。慣れれば当てられはするが、最初は苦戦したな。しかも当てられたところで割とすぐに動いてくる。女の子たちにはボイスがついているんだが、リアクションを聞くためにぶつけるのが主な使い道かもな。めちゃくちゃ見下されてるボイスが聞けるから、気になった人は確かめてくれ。ちなみに女の子たちは病んでるボイスを囁きながらこちらを追いかけてくるからぶつけた時にしか声を聞けないとかじゃないぞ。綺麗で可愛い声だからか特にムカつくとかはなかったな。いや、むしろ癒しになっていたのかもしれない。このゲームは暗さの関係で重要アイテムを見つけにくい。それに場合によってはどうしても女の子たちから逃げられないという状況もある。その過程で溜まっていくストレスが可愛い女の子たちのボイスで軽減されていたのかもな。ちなみに受けたダメージは立ち止まっていると回復する。隠れる場所もあるから隠れれば回復できるが、バレる可能性もあるから注意してくれ。私のレビューはここで終わりだ。だけどレムはある要素について語りたいみたいだから聞いていってくれ。さあ、最後にゲームオーバーになった時の話をしよう。ゲームオーバーになるとカメラの切り替えができる。これがどういうことかというと3種類のアングルで楽しめるということだ。全年齢版とはいえ、戦場的なその光景に新たな目覚めを感じる人もいるかもしれない。選抜されているカメラアングルにこだわりを感じるね。さっきも言ったけど、この画面は放置できる。
つまりこの画面を好きなだけ見れるということだ。一度見てもつい見てしまう魅力がある、あるけれど、この画面のようになることもある。これは壁に近い時に発生してしまう現象だ。少し離れたところから見るために起こってしまうというわけだ。これが発生すると少し残念な気持ちになるが、素晴らしいカメラアングルのためには仕方がない。個人的には文句なしで素晴らしい要素だと思うよ。それでは総評に入るよ。こだわりのあるゲームオーバー画面、個性的な攻撃方法、他のゲームでは味わえない需要を満たせるゲームだと思ったよ。ゲーム画面が暗かったり、フラグを立たせるのが面倒だったりはしたけど、可愛い女の子に可愛い声で囁かれながらだから怖さとかは特になかった。だから気になっている人の中でホラーが苦手だって人も遊んでみてほしい。やっぱり探索にストレスを感じることはあるけどな。ここまで視聴してくれてありがとう。次回はキメちゃんとニトちゃんのホラー系恋愛ゲーム考察シリーズだ。キラートリートにアップデートが来たから続きをやるらしいぞ。この動画がゲーム購入の参考になったら高評価とチャンネル登録をよろしく頼む。それでは、また会おう。